チャリンドーチャンネルです。巨人勝ちました。もう今日はもう声がガラガラになってしまいましたが、勝ちました。連敗ストップです。じゃあ今日の展開を振り返ります。ですね、2回の表、まあまずエスコバー選手に、ツーアウト2塁からセンターオーバーのタイムリーヒットを打たれて、先制されますが、すぐその裏、吉川尚輝選手も2点タイムリーで、逆転して、なおもツーアウト2塁で出ました、坂本選手のレフトへのツーランホームラン。坂本選手も26打席だったっけ、なんかそれぐらいヒットが出てなかったんで、よかったと思います。そして、続きましたパーラ選手もホームラン。今日ですね、すごい打順変更がありました。1番坂本選手、2番パーラ選手、3番ウィーラー選手と、すごくて、丸選手が、6番に落ちました。そして、5対1となり、そのまま、試合は6回の裏、坂本選手今日2本目のホームラン。こちらで6対1となり、しかも岡本選手もレフトにホームラン。ここで7対1となりました。そしては丸選手に、8回の裏だっけ、7回の裏、なんか何回か忘れましたけど、あ、6回だっけ。まあ丸選手には26打席7打席目のヒットが、出てよかったです。そして8回の裏、丸選手もう1本レフトにタイムリーを打ってくれました。こちらで8対1となり、その後9回はデラロサ投手じゃねえよ、さすがちょっともう分けすぎてちょっとおかしくなってるんですけど、ビレイラ投手が、まあ、ピンチを招きながらも最後は川端選手のレフトフライに抑えて巨人勝ちました。というわけで、もうこのチャンネルがこれ以上負けるともう山口健二郎チャンネルになりそうで危なかったので、なんとか今日久々に僕が登場できてよかったです。というわけで、連敗ストップでございます。というわけで、まあ今日のはもう明日も勝ちましょう。というわけで、今日の動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。おい、マイド、山口健二郎や。おい、連敗止まったぞ。おい、わし前回言うたよね。勝って、ヤクルトを飲むと、叶ったぜ。飲んでいきますぜ。あかん。あかんやないかい。開かないやないか。ちょ、カットするぞ。おい、開いたぜ。さあ、ヤクルトファンの皆さんも一緒に、ペンペーン。ペンペーン。ヤクルトに勝ったヤクルトに勝ったヤクルトはうめえぬ。終わりや。